近藤富蔵から1887年6月1日は、江戸時代後期から、明治の人物、民族学者、旗本近藤十蔵の長男、意味縄、守る信。江戸で出生したが、町人一家殺傷事件を起こして長期にわたって、流罪となり、その後赦免されるも、流人生活を送った八丈寺まで、生涯の大半を過ごした。伊ぶせますの、 青ヶ島大外記の種本となった八丈十記を表している。槍が先事件の発端となった、目黒新富士。歌川広重が、父の重蔵が槍が先の三田用水沿いに突き余し、観光名所になった。槍が先の西側にすでに別の富士塚があったため、そちらが目黒元富士、こちらが新富士と呼ばれた。現在は、 中目黒駅と恵比寿駅の中間あたりにある別所坂の公園内に石碑が残るのみで、跡地はマンションになっている。富蔵は千島やエト路フ島の探索をした近藤重蔵の息子として生まれたが、幼少の頃から素行が悪かったという。父親は本宅の他に三田村荘が先に広大な誘致を所有しており、文政2年に富士港の信者たちに頼まれて、その地に 富士山を模した富士塚を築造した。目黒新富士、近藤富士、東、富士などと呼ばれて、三景客で賑わい、門前には露店も現れた。この新富士の管理を父親から任された富蔵は、幕と上がりの町人、塚原半之助に頼まれて、そばの露店用の土地を貸したが、家賃の未払いから、居酒屋が生じた。文政九年、塚原半之助と、 七十三が持つ別荘の辞書協会争いから、塚原とその妻や母親、子供系七名を殺傷し、その罪から同年に、伊豆諸島の八丈島に、流罪の判決が下る。俗に言う、槍が先事件である。翌分生十年、八丈島へ流される。留人生活の間に、八丈実記七十二巻を表す傍ら、島民に、寺小屋での読み書きの指導も行っていた。 また、島の有力者の娘だった妻との間に一難に女の子を成している。明治が安年、明治新政府は流刑などの追放刑の執行を停止したが、それに伴う恩赦を受けることができず、明治11年に八丈島に赴任した東京府の役人が、八丈十期の著作性の高さを認め、明治13年2月27日に、ようやく明治政府より赦免を受け、 53年間の、留人生活を終える。斜面後のその年、一旦は本土に戻るが、親戚への挨拶もあり、大見国大公判内延行前寺の、達中随節院にある防府十蔵への母参、最国巡礼を済ませ、2年後の明治15年に再び、八丈島に帰祷し、その後一観音堂の道りとして、島で生涯を終えた。去年島にある、 平ら義よ善光寺に墓石がある。八条実記は1964年から1976年までかかって緑地社から七冠本として刊行された。緑地社社長の小林秀夫はその業績で菊池博史賞を受賞した。その内容は次の通り。八条実記は1887年に東京府に買い上げられ、それをもとに昭和の初め、 渋沢家において、写本を複数作成し、渋沢家映像、柳田国を折口忍がそれぞれ保管した。本書は、八丈島の百科事典とも呼ばれ、この地域の研究者にとって、貴重な資料となっている。柳田国は富蔵を後見像を、日本における民族学者の草分けと評している。他方、今春部経由で借り受けていた、折口忍保管の、 八条十記の一部をもとに、イブセマスジが、青ヶ島大河記を執筆して、竹林無双案に激賞されるなど、昭和において高く評価された。ちなみに、猪瀬直樹は、青ヶ島大河記について、評判にならなかった。文語体で読みにくい。では、なぜわざわざ文語体にしたのかといえば、青ヶ島大河記は、古い資料を引き写しているから、と断ずる他ないと述べている。 AB、江戸、東京悠々散歩、河合敦し、中継出版、2011年 AB 歴史を訪ねて、富士高目黒区役所公式サイト、芸園一石話、市島春城著、八条家島薄女一、青木秀て虎著、超常識と没常識、人間の裏と、表総回老主人、東海三人著、久保田明一、近藤十三とその息子 PHP 研究所、 1991年、ISBN 978から45億6956万3244、宇野健治、青ヶ島対外記論、https コロンスラッシュスラッシュ,スラッシュドイドット org スラッシュ10ドット15027スラッシュ15743、滝口明幸、イブセマスジじと、ちグハグな近代、井の瀬直樹、ピカレスク。ありがとうございます。